誰かの傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め鉄火マンダガーの卑劣な罠によりオービタルリングへ誘い出され、干渉スペクトルを浴びた D ボーイは鉄火マンになれず、絶体絶命のピンチを迎えた。決死のテックセットにより一旦はピンチを逃れたものの、それと引き換えに D ボーイは変身フィールドを作るクリスタルを破壊されてしまったのだ。俺はもう鉄火マンになれない。 D ボーイ、俺は奴らとどうやって戦えばいいんだ！アダンの野郎、好き勝手やりやがって。南太平洋第7艦隊 SOS 受信、112師団 SOS 受信。鬼の犬間に何とやらってか。今の地球の戦力ではラダムに勝てる見込みはないわ。テッカマン抜きじゃ地球のお先は真っ暗ってわけか。テッカマンを軍に渡さんからこういう事態になるんだ。この責任をどう取るつもりだ、フリーマン。今からでも遅くない。鉄火マンを引き渡し、あとは軍に任せるんだ。お断りします。何？たとえ責任を取るにしても、それは全人類に対してであって軍に対してではないと思いますが。言葉を慎みたまえ、フリーマン。私に何度も同じことを言わせるな。スペースナイツはスペースナイツのやり方で決着をつけさせてもらいます。では私はこれで。はい、ミリーです。フリーマンだ。ペガスの制作状況は？はい、レヴィンと本田さんが頑張ってますが、まだ見通しは。そうか。つまり壊れちゃったクリスタルの破片をペガスのこの部分にはめ込んで、クリスタルの代わりになるものを一気に作っちゃおうってわけ。
モニターアイとマニピュレーターをつなぐセカンドモーター、この設計で OK みたいよ。よし、組み立ては任せろ。ちょっとちょっと、なんじゃい。設計図設計図。おっと、そうだった。リボイ、ほっといてくれ。少しでも食べないと体に悪いわ。俺に構うな。リボイ、ほっとけよ。アキ、落ち込んでなんとかなるもんなら部屋にこもってカビが生えるまで落ち込んでるがいいさ。二度とテッカマンになれない俺はもう用なしだろ。え、だだっこだねこりゃ。どこ行くの。用なしの俺がここにいる必要はない。ラダムを倒せるもっと役に立つやつでも探すんだな。ディボイ、どいてくれ。ちょっと来て。何をしているかわかる？みんな食事の時間も惜しんでここに詰めっきり。よく見て。これは俺の、もうクリスタルのシステムを解明して D ボーイをもう一度テッカマンにするためにみんな徹夜で頑張ってるのよ。俺をもう一度テッカマンに。ただ腐ってればいい誰かさんとは大違いってわけ。俺がもう一度テッカマンに。ヤッホー D ボーイ、陣中見舞いに来てくれたの。どう調子は。いい線いってるんだけどね。俺がもう一度テッカマンに。できるわけない、今の地球の科学でそんなこと。いい加減にしろよ。できるかできないかは天の溝知るってのが正直なところだな。天の溝知るって本当に作れるのか、そのシステム。あと一歩が難しくてね。敵の干渉スペクトルを防御する方はなんとかなったんだけど、肝心の変身がね。テッカマンになるときに発生する電磁波の凝縮に耐えられる新素材をペガスに組み込まなきゃならないんだけど、というわけ。この電磁波がわしらには未知のどえらいエネルギーときているから、新素材の開発も厄介なんだ。大丈夫よ、だからそんな顔しないで。あのセクシーなテッカマンが二度と見られないなんて私絶対嫌。いつになく私燃えてるんだから任せといて。普通の都市ばかりよ、ラダムのやつ。
この傷の痛み忘れはしない。テッカマンブレード、お前は俺が必ずこの手で。ったく、ゆっくりしてもいられねえぜ。今度は一体何なんだ。ディボーイがオービタルリング、ラダムのところへ行くって。何？けどブルーアース号にはたった今までこの俺が。違うの、小型ロケットに。小型ロケット？この基地には他にもスペースシップがあったのか。それがゴミ箱行きの古いやつが一機、地下格納庫に。まさかあれを使うとは。ディボーイ、すぐに降りるんだ。ダメよ、行っちゃ。死ぬつもりか、ディボーイ。今のお前はただの人間なんだぞ。俺が行かなければ奴は地球に攻撃をかける。行ったところで攻撃をやめるような奴らじゃないだろう。だからってこのまま何もしないで見ているわけにはいかないんだ。おい、ディボーイ。短い間だったけど。ディボーイ、もう私のおつむのひらめきが足んないばっかりに。レビン、悔やんでる暇があったらペガスの完成を急げ。え？最後まで諦めるなってことよ。ラーサ。これで見納めか。雑魚には手出しさせないってわけか。あと一歩なのよ、あと一歩。新素材の組成さえ分かれば完成なのに。一体どうすればいいの。レヴィン、これこれ、新素材の参考資料。あ、やだ。ごめんなさい。嘘、そんな。レビン、分かった分かったわ。ミリー、できたのよ。え、レビン、これがクリアできればあとは組み込むだけよ、おやさん。任せとけ。逃げもせずよく来たな。汚い手を使いやがって。貴様の顔を見るのもこれが最後だ。ゆっくりと地獄へ送ってやる。一緒に地獄へ連れてってやるぜ、このプラスチック爆弾で。Thank you.
私の自信作なんだから大事に運んでよ。必ず間に合わせろよ。任せなさいって。無事でいて。もう逃げないのか。これ以上お前を楽しませて何になる。潔いことよ。ならば貴様の望み通り。さあこっちへ来い。暇はないぜ。急げ、ディボーイ。ノアル。うん、なんだ。ありがとう。あいつがレオ。テンセッター。ラーソン。このペガスにより再び命を授かった。お前たちと戦うために。そしてお前たちを一人残らず葬り去るまで俺は死なん。このレブレードを。
やはりダガーでは無理だったか。ならば次なるものを送るまでのこと。連合防衛軍から派遣された従軍カメラマンバルザック、彼は必要なまでに D ボーイの秘密を探る。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード、謎の従軍記者、仮面の下の涙を拭え。